まあ、みたいな感じで今回は進めていこうかなと思っておりますね。はい、わかりました。ほい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 。ごめんね、なんか、こう、突然リモートでこういう感じで説明みたいになっちゃったけど。いいえ、大丈夫です。それもありがとうございました。うん、ああ、全然全然。また今度、回収で会った時に、また詳しく説明するから。はい、お願いいたします。ありがとうございました。あ、りょうさんさ。はい。なんか、あれ、りょうさんってごめんごめん、失礼になったら、あれ、今年でいくつぐらいになったんだっけ？私24です。24だ。ああ、そうだそうだそうだ。わりかし、あれ、大学で女性の友達とか多かったりするの？全然、はい、サークル入ってた。いや、よかったら、あれ、今度女の子紹介してよ。え？はい。え、なんですか？いや、ほら、俺、ほら、2ヶ月前に離婚しただろ？はい。もうあれ以来もうどうにもこうにもさ、そうですね、もう見つかんなくていい人。ああ、はい、全然全然。あ、で、はい、やっぱ前の家族のことがさ、あんまり忘れられなくて。本当ですか？うん、それだったらほら、早く好きな人出会った方がいいじゃん。はい、そうですね。うん。タイミング合えばぜひ。前の家族のが忘れられなくて、妙に。本当ですか？では、なんか。本当に恋人探してる感じなんですか？いや、マジマジマジ。本当にガチ恋人探ししてるから。あ、そうなんですね。わかりました。絶対タイミング合えば、ぜひ、はい。もう本当頼むよ。もう本当に、マジで紹介してほしい。はい、うん、全然さ、はい、24歳で、年上の、友達というか、先輩とかでも全然いいし。あ、いい、全然、はい。年齢は問わずで。ごめんなさい、私、一個忘れてた言うの。これなんですけど、渡すときに、ページ数が全然違ってて。あ、嘘？はい。ごめんごめん。うん、ページしか、多分載ってなくて。あ、ごめん。ちょうど離婚したときに俺作ったんだよ、それ。あ、そうなんですか？うん、だからもう、しっちゃかめっちゃかになっちゃってて、当時、精神状況が。あ、本当ですか？うん、それが数字に出たんだと思う。わかりました。ちょっと待って、一回さ、ごめんごめん。じゃあ一回ちょっと、整理するから、番号変えてもらっていい？あ、もちろんです。はい。ごめん、本当に申し訳ない。2が1だ。2が1ですね、これ。うん、はい。はい、2が1で、3が4だ。はい、大丈夫でしょう。やっときます。あ、じゃあ送っとくわ、数字。はい、大丈夫です。はい。いやー、本当ごめんな、申し訳ない。全然、はい。なんか、おろめと言っちゃなんだけど、今度お食事というか、女の子紹介してよ。はい、はい、はい。うん、よかったら。うん、穴埋めで食事、ほんと美味しいもん、何でもご馳走するし。ありがとうございます。慰謝料とかうちなしでよくなったのよ。はいはいはい。向こうの離婚、向こうの、浮気が原因だから。そう、向こうの浮気が原因だから、慰謝料とかなくてさ。そうなんですか。そうそうそう、だから、その、金銭的には別に、離婚して打撃みたいな感じじゃないから、うん、よかったら本当、女の子紹介してよ、頼む。だからタイミング合えば、はい。あ、りょうさん、マジで頼む。あ、タイミング合えばぜひ。あ、ごめん、これタイミング合えばとかじゃなくて、さっきも言った通り、本当に、まだちょっと好きで、前の嫁さん。もう忘れたいのよ、本当に忘れたくて。本当に忘れたいの。なんか今頭に浮かんでない？その、この子だったら紹介ありかなとか、頭に浮かんでない？いや、ちょっと。いや、浮かぶまで付き合うわ。みんな彼氏いるんで、はい。彼氏いない人想像して。想像？彼氏いない人思い出して。いや、でも、すみません。いや、頼む頼む。いや、彼氏いない人いるじゃん、絶対。います、はい。彼氏いない人のちょっとその、いやでもそういうその子どういう、その子どういう感じかちょっと教えてくれない？どういう感じ？あ、どういう感じの女性か。あ、普通に今飲食で働いてて、うん、うん、うん。なんか、料理の専門学校出て、なんで、シェフで頑張ってるって感じ。素敵、うん。意地悪なことを言ったりしない？言わないです。なんか、約束の時間少し遅れたら、ケツ蹴ってきたりしない？
何時代ですね。あ、じゃあその子で大丈夫。ありがとう。ごめんなさい。多分そういうタイプじゃないんで。いや、そういうタイプじゃないとかじゃないんだよ。俺本当に探してるんだ。あ、女の子マジで頼む、紹介してほしいと思ってる、それは。うん。とか、私ちょっと次あるんで。あ、ごめんごめん。本当申し訳ない。いえいえ、はい。あ、全然。ありがとうございます。じゃあ一人だけ出そう。今一人だけ紹介できる女の子を思い出す作業に入ろう。入ろう。入ろう。思い出す作業に入ろう。はい、はい、え、入ろう。うん。マジでごめん、本当にごめん、一人でいいから思い出す作業に入ってほしい。その少しでも進展とかな、あの、俺もこの人を好きになろうっていう想像がないと、前の嫁さんがやっぱどうしても、ああ、よかったなとか、あ、好きな部分がとかがよぎるじゃん。あ、やっぱ不思議なもんでさ、ああいう時ってさ、悪い部分よぎらないじゃん。よかった部分だけよぎるじゃん。あ、お姉ちゃんでしょ。ですかね。じゃあ私のお姉ちゃん、お姉ちゃんとかですかね。え、りょうさんのお姉さん、どういうお方というか。いや、でも、普通に OL で。OL、うんうんうん。はい。ですかね。いや、なんかその、なんか、ゴミ捨ててなかったら、そのゴミ箱ごと頭からこうやってかぶせてきたりしない。ないです。うん。え、なんか、リモコンなくなったら、あの、目隠しされて、お前が目隠しでリモコン探せとか言ったりしない。いや、言わない。あ、じゃあ好き好き。その、お姉ちゃんで。お姉ちゃんで。姉紹介するのあれなんで。なんでよ。なんでちょっと期待もさせたの。お願いお願い。本当にお姉ちゃん紹介してほしい。それは頼む。本当に。ごめん、長くなって。本当に。びっくりするよね。その、こんな紹介しての流れが、こんな長いの。わかるわかるわかるけど、本当に頼む。お願い。お願い。わかりました、わかりました。じゃあ、お姉ちゃん、はい、はい、これで、はい、はい。本当？でも、ちょっと今、九州いるんで、なかなかあれですけど。ああ、全然行く行く、九州。いや、ああ。りょうさん、りょうさん、それぐらい切羽詰まってると思って。いやいや、普通に、はい。いや、でも、私以外にもなんか、紹介してくれる子いそうですけどね。全員に聞いてる。いや、やばいですね。いや、やばいよ。マッチングアプリとかやったらいいんじゃないですか？マッチングアプリ？その、はい。で、出会いあると思うんで。出会えるアプリがあるの？あります、あります、はい。え、なんか、名前とか知ってる？その、なんかいろいろマッチングアプリで検索したら出てくると思うんで。悪い女に引っかからなければいいけど。うん。